やなチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのはショードアウトサイダーシリーズ仮面ライダーシリーズの第10弾ナスカ銅板と今日はこちらを見てもらいます。仮面ライダーダブルのキャラクターから出てきましたナスカ銅板とです。ついにこちらも、衝動感になったわけですね。後ろの部分も意識さ塗ったというよりは完全にこの色のパーツを使ったっていう感じがあってなかなかいいですよね。背面が私いつも気になるんですけど全く気にする感じがない。これまでいいかと思います。気になったらやってみたいと思います。手首のパーツを変えてみてちょっと軽いポーズをとってみましたがこれも肩とか腰のパーツの加減でね、可動範囲があまり、広がった感じにはならないんですけど頑張って広げれば結構いい形ね、気をつけの形よりは、随分横に、ね、広がった感じのポーズが取ることができました。付属しているナスカブレードを持たせてみました。こちらの感じが真っ黒一色でございますけどね、色は入れていいのかなとは思いますが一応、武器はしょうがないですけどね。でも持ってないよりは持ってた方がいいでしょう。あとは、個人個人の努力で塗装して、変えていくのもありかと思っています。武器を持って構えることもできたのでダブルとちょっと戦わせてみたいと思ってこういう感じの、対戦で合わせてみました。ダブルのね、マフラー引いた感じがナスカ銅板との方に向かってなかなかいい形が取れてるように見えます。ちょっと向きを変えていきましょう。こんな感じでいい感じの対戦の動画ができました。同じ剣だったらこのアクセルとのね、剣でのバトルもなかなかいいんじゃないかと思って、こう重ね合わせて力でね、ねじ伏せてる、そういうシーンを再現してみました。アクセルのなんかこのバトルシーンもなかなかいいんじゃないかと思います。やはりこの武器を持ってポーズを取るのがすごく一番かっこよく見えますよね。今回は拡張パーセットがなくてもう完全に付属した形でやってるって形がもうなかなかいいなと思います。今回は以上でございました。いかがだったでしょうか。ナスカ銅板と、ぜひともチャンネル登録高評価コメントをお願いいたします。あとは部分的に、ショート動画もやってます。そちらもご覧ください。